自腹創生魔法下りのオドラジュ。よっしゃー、やってみせるぜ。今行くぞー。待ってろよー。俺は魔法帝になる。
緊張してきたぜ。あだだ、何なんだこの鳥は。試験会場名物アンチドリさん。え、これが。魔力が低いやつほどこいつらにたかられちまうらしいぜ。うぜえ。おい、あいつ全く鳥が寄ってきてねえぞ。お、さっきのあいつだ。さっきのハージとかいう最果ての村出身なのに四つ葉のグリモワールを持ってやがった。な、四つ葉？マジかよ。へへへ。俺たちのどっちかが魔法帝になる。その伝説の始まりだな、ユノ。な、魔法帝になるだと？半年間の俺の修行の成果見せてやるからな。だだ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 。なんだこの鳥どもは。なんだあれ、どれだけだよ。最果て出身でもひどすぎるだよ。やっとどっか行った。いやー、ぶつかってごめん。殺すぞ小僧。なんだこいつ。ふっ、ああ。ないのが俺の魔法だ。こーらよっしゃー、やったぜ。おう、んじゃあ行くぜ。俺は適当に頑張っていい思いをするために魔法騎士団に入るんじゃねえ。死に物狂いで魔法帝になるためだ。創生魔法ですかね。ありゃ、魔力を使ってねえ。え？いや、使ってないんじゃなくて魔力がねえのか。それなのに魔法帝になるねえ。妙なのが現れやがったな。確かユノ君だったね。君、対戦者が見つからないようだね。僕が相手をしてあげようか。あれってサリムじゃないか。あの名門ハプシャス家は。四つ葉に選ばれたと言っても所詮君は貴族ではない。身分と力の差を教えてあげるよ。かせます。はっ！狂乱の塔！はっ！イカズチ魔法、雷神のライジングサリム。まだまだだな。
瞬で。嘘だろ。以上で試験は終わりだ。それでは番号を呼ばれた受験生は前に出てきてくれ。その受験生の入団を望む騎士団長が挙手をする。挙手した団に入団するか否か、そして挙手した団が複数の場合にどこの団を選ぶかは受験生の自由だ。ただし挙手する団がない場合、魔法騎士団へは入れない。次、164番。はい。ユノ、希望者は挙手を。マジで全団挙手。魔法帝になるための最善の道を行く。今時期の夜明け団でお願いします。次、165番。あ、次あいつか。希望者は挙手を。165番、挙手なし。そりゃそうだわな。